今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS。 家入さんが今もうもうどんどんいろんな会社とかお作りになってますけど、今少年時代だったら何にチャレンジしますかっていうのも聞いてみたくって。今少年時代、さあ最初にそのロリポップとかやろうっていう風な時の年代に戻ったとして、この2020年にその年齢だったら何にチャレンジしようとか、何をやろうと思うのかなって。ちょっと待ってくださいね。なんか、そうだな。何歳ぐらいのイメージで田中さん聞いてるんですか、ちなみに。具体的に。二十歳ぐらい。二十歳ぐらい。あの子も、僕二十歳の頃何やってたんだっけ。ああ、そうか。絵を描いてたんだ。絵を描いて、そうですね。なんか絵を描いて、で、まあ結局大学にも行くことができず、で、個展をしようとするんだ。僕福岡なんですけど、個展をしようとしたんだけど、なんかギャラリー借りるのってすごいお金がかかるので、その友人たちとグループ展しようって言って、それでまあ、なんか、バイトしてお金貯めてグループ展やるんだけど、結局身内しか来なくて、で、一方でインターネットの可能性みたいなのに出会って、自分でホームページ作ったら、本当自分の作品に対して、ね、福岡以外の県外の方々が来てくれたりとか、見に来てくれたりとか、まあ、それこそ海外の方がコメント残してくれたりとかして、それで可能性に気づいたみたいなところだったので、何かしら表現っていうものに携わってはいるんだろうなと思っているんですが、じゃあその表現ってものが、まあ、当時はまだあまりインターネットが当たり前じゃない時代だった中で、あ、これこそ次の表現の場所だって思って僕は飛びついたって感じなんですけど、なのでそれがもしかしたら今の時代だと、VR とか、になっていくのかもしれないなと思うので、あまり僕は正直、その VR だったりとか、今全然キャッチアップできてないんですけど、もしかしたらそこら辺なのかなって気は、なんとなく今しました。表現領域。次の表現の場所として、要は、そうですね、現実的な、制約を超えていく場所っていうことにすごい興味があったので、まあ、家が貧しかったことがあって、お金もなかったし、まあ、引きこもりってことで家からも出れないっていう時代もありましたし、なんかいろんなやっぱ制約を超えさせてくれるのがインターネットだったので、僕にとって。なので、まあ、今の時代における制約を超えていくものってなんだろうって考えたら、VR とかなのかな、ちょっとわかんないけど。そうですよね。なんかそれに近い話で、私、何年か前に、私転職して、今、アクセンチュアっていうところにいるんですけど、はい、前、博報堂グループにいるときに、私も長崎出身で田舎だったので、ものすごいこう、デジタルディバイドみたいなのをすごい感じてて、ちっちゃい頃から。で、教育機会がやっぱり今、お子さんの住んでる場所によって、とはいえまだ機会均等じゃないなってすごく思ってたので、その当時、まあ3年、4年ぐらい前だったんですけど、オンラインのプログラミングスクールっていう起業をしようと思ってた時期があって、だから今、家入さんおっしゃるように、その表現を民主化するっていうのと、今、それは結構エンタメの業界だから、みんな楽しくてどんどんやるし、音楽作りたかったら作って、プラットフォーム、Spotify とかいっぱいバーって載せるとかできるんですけど、なんか今、その教育の部分がやっぱりあんまり、お金がかけられないというか、その、国の予算の中でも文科省が結構予算少なかったり、あと、なんか、教育系の人と話してるとすごい面白いけど悲しいなと思うのが、僕たちは儲けちゃいけないっていう印象を持たれてるんですって。教育系の授業が。から、なんかそれはちょっとヘルシーじゃないし、ちょっと逆にビジネスの正気があるなと思ってて、ファッションとか音楽とか、そういうのはどん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 もど勝手に伸びちゃってるから、それが、その沖縄のなんとか島の子も、どこどこの授業を本当にリアルで受けられる。それはある種 VR みたいな話につながるのかもしれないですけど。そういうのも面白そうだなと思って。教育とかってどうですか？家入さん的なテーマとして。そうですね。そうですね。教育は、そうですね。興味のある領域の一つで、僕なんか奨学金っていうところをいろいろとかつて、ぶち壊そうっていうプロジェクトやって大炎上したことがあって、スタディーインクとか
けど、その僕自身が学費がなくて学校に通えなかったっていう、まあ、経緯があって、その、なんだろうな。で、まあ僕は新聞配達をしながら奨学金をもらって、その芸大予備校に通ったんですね、うん。で、なんですけど、その、なんだろうな。まあお金がない、なんかやっぱ人間ってこう、生まれながらにして、その持ってるカードで戦うしかないというか、まあ裕福な家庭もあればね、貧しい家庭もあって、まあいろんな家庭があるわけで、それをまあ嘆いてもしょうがないというか、ただやっぱり一番かわいそうなのは、それによってこう、学ぶ機会を奪われてしまったり、選択したいことが選択できない、まあそういった幸せが寄せられてしまう、その子供たちにあるんだと思うので、まあ、そこをどうにかしたいっていうところで、まあ、簡単に言うとクラウドファンディング型で、学びたいっていう子たちに、学ぶ機会を与えてあげるっていう意味で、スタディギフトっていうクラウドファンディングのプラットフォームを今のキャンパイアと別に立ち上げたんですけど、まあ、それは、いろいろと不手際もあって炎上して、一旦は止まってしまったっていう感じなんですけど、まあ、それ以降僕全然諦めてなくて、まあ、海外は割と奨学金のそういう、レンディングであったりとか、クラウドファンディングを使ってとかで割とあるんで、まあ、日本でも全然当たり前のように実現できると思ってるんですけど、やはり奨学金とか学費とかってね、今本当おっしゃったように、みんなが通る道であるので、その、なんだろうな、日本だと特にあいつだけずるいっていう感情を呼び起こしてしまったりとか、要は、そう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 。俺はバイトで頑張ってなんとか学校に行ったけど、うんうん、あいつはなんかクラウドファンディングで集めてずるいみたいなのとか、やっぱそういうこう、なんだろうな、奨学金一つ取ってもいろいろとこう、なんでしょうね、まあ、公的なものに近い量、その性質も持ってるから、なおさら、儲かっちゃいけないっていう風な、なんでしょう、同調圧力的なものが働いてしまうとか、そういうのもあるんだと思うんですよね。うんうん、なんで、まあ、そういったものはね、もっともっとこう民間の力でやれることってあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、そこはまだまだ僕もやっていきたいなと思っているところではあるんですけどね、うんうん、面白いですね。民間の力でやれることもあるし、今の話だとそのクラファンがイージーだっていう印象がちょっとやっぱ違うじゃないですか。そこが誤解があるというか、簡単にみんなからお金を集めてるように見られがちというか。あ、そうですね、それはありますね。その背景でさっきしだらさんおっしゃったように、ちゃんと伴走してくれる人とビジネスプランとかいろんなものを組み立てて、多分その過程がプロセスがアウトプットされてないから、結果だけ見て簡単にお金集めてサクセスに見えちゃうんですよね。うんうんうん、そうですね。やはりそのサクセスするプロジェクト、しないプロジェクトたくさんこうあるわけですけど、やはりそのまあリターンの設計だったりとか、いかに支援してくださる方のこう熱量を巻き込めるかどうかとか、うんうん、結構こう工夫だったり、まあ、本当に愚直な努力だったり、うん、そういったものを積み重ねで、その、ね、何もないとこに、じゃあ例えば海外旅行したいんでみんなよろしくって言って集まるかって言って集まらないわけなんですよ。うん、そうですね。で、ただ世界一周する中で、こう例えばこう各地でお土産をね、送りますとか、うん、帰ってきた時に1年分のその、話を酒を飲みながら面白かったりしますとかって言われるとちょっとそれ聞いてみたいかもと思って出したりするわけですよね、うん、なんでなんかクラウドファンディングだから集まるっていう魔法のツールでは全然ないので、やはりそこはもちろん僕らとしては一人でも多くの人たちに1円でも多くお金がこう回る世界を作るっていうのが僕らの使命なので、まあ、それは僕らとしてもちろん頑張っていくんだけど、決して魔法のツールではないっていうことなんですよね、うん、クラウドファンディングやったからなんか何もしなくに濡れて出泡でお金が集まるわけでは全くないので。そうですよね。だからビジョンがまさにあってこそっていうところですね、うん、ビジョンとそこに伴う汗水ちゃんと流してるっていうその部分がなかなかこうさっきおっしゃいましたけど、 SNS のちょっと簡単なコミュニケーションによってすごいライトに見えちゃってるというか、一個の手段ですよね、うん、うん、同じぐらい大変なことで、バイトで一生懸命お金集めるのも貯めるのも大変だし、クラウドファンディングもやっぱりリターンする人に何かお返しするっていうのはそれなりの責任を伴うから、そこぐらいまで練ったものを出してるのであるっていうのがもっと伝われるといいよなって思いますけど、しだらさんどうですか？いやでもそれがそういうイメージが特に初めの頃は多かったと思うんですけど、うん、
なんかやっぱりだいぶそのメジャーになってきたし、そこ取っ張られてきてますし、あと僕はすごい面白いなと思うのは、やっぱりキャンプさんでやってる、いわゆる株式型のクラウドファンディングとか、融資型のクラウドファンディングっていうのがバイヤーさんで、オーナーズとかエンジェルスっていうのを始めてて、これなんかめちゃくちゃ面白いなと思うんですよね。で、そうなってくると結構その個人のクラウドファンディングから、これ要は法人までできちゃうよっていう話になってくると、より今、イーレさんが目指してる、そのいろんな人にチャンスをっていう可能性が一気に広がってると思うので、なんかそうなってくると個人の方のクラウドファンディングの印象とか、プロジェクトにもまあいい影響もありそうだなとすごい感じてますね。いや、本当に。結局クラウドファンディングで起業までできちゃったとか、で、その会社が、上場しましたみたいなね、ゴールがもしこれから未来に描けたりすると、まあなんかものすごいことだなっていう、すげえ、ものすごい、そういうことやっぱりできなかったですよね、ものすごいし、ものすごいし、変わらなきゃいけなかったのがみたいな話になってくるので、で、なんかそれが僕も特に株式型クラウドファンディングで思うのが、なんかそっちの方が小学生理解しやすいんだろうなと思うんですよ。僕なんか小学生に株式会社の仕組みとかを説明するときに、あれなんで株主が持ってんのとか、なんか、要は変だ。なんかその会社って普通にシンプルに考えたら、実は小口の投資家で集まって作るのが理想、ように見えるわけですね。多分子供からすると。でもなんか今は VC とか、エンジェルが入ってガンと作っちゃって、EXIT するみたいな感じって、なんかナチュラルじゃないような受け方をするのかなと思ってて、だから、なんていうのかな、インターネットがテクノロジーを発展させたんだけど、結局それって僕一個考えてたのは、いい感じに人間を戻していくみたいな、なんか複雑になってもシンプルにしていくみたいな効果があると思って、まさにそれなんかはこのキャンプさんの取り組みで面白いなと思いますね。面白いです、ありがとうございます。なんかそうですね、株式型のとこ、最近立ち上げたんですけど、キャンプファイヤーエンジェルスっていう名前で。で、本当一瞬で1000万とか2000万とかの株主が、出資が集まるんですね。で、やっぱこう、スタートアップ投資、僕ももちろん個人でずっとね、100社近く、こう、割と大学生の起業家とかに出資とかしてきましたけど、やはりこんなまあ、簡単にというとちょっと言葉悪いな。こんななんか短時間で、しかも一人一人はなんか、なんでしょうね。まあもちろんリターンを狙って投資される方もいるのかもしれないですけど、なんかその事業のファンみたいな形で入ってくる方々がたくさんで、そういったお金の集まり方がする、そういったお金の集め方ってこれまでなかったと思っていて、株式で。なので、これはすごく面白い現象が起きてるなっていうのと、まあ、あと今回コロナですごくその購入型の方ですけど、クラウドファンディングがめちゃめちゃ、流通額が伸びたんですね。で、これは、なんだろう、まあ、金額的にはすごい伸びたってこと自体は、まあ、僕らとして、なんだろう、そんだけ使ってもらえるものになってきたんだっていうことは実感としてすごい嬉しいんですけど、一方で、その一つ一つのプロジェクトっていうのはやはり、地方の本当飲食店さんとか生産者さんとか、作りすぎ、まあ、牛乳が、学校が休校になっちゃったから余ってるんですとか、まあ、本当に昔からやってる居酒屋が潰れそうなんですとか、本当にそういうプロジェクトの集積で、本当にたくさんのこう流通が生まれていて、で、なんで、なんかまあ、本当に、なんかそれ自体はこう手放しで喜べることではないなと思う一方で、なんかこういった時に本当に、使ってもらえるものになってきたんだなっていうのは一つ実感としてはあって、まあ、ベースもそうですし、キャンパイもそうですし、その、なんだろうな、こういった時に、じゃあかつて、じゃあ10年前に同じこのコロナっていうものが起きた時に、その、皆さん、公的な金融、ものだったり、公的な、その助成金というかね、お金だったり、まあ、金融機関以外の資金を集める手段ってなかったなと思っていて、なので、まあ、なんかこういった時こそ本当に僕らみたいな民間でやれるところ、スピーディーに、やれるところっていうのが求められてるんだなっていうのは改めて、思ったってところですね。
いや本当にそうですよね。だからその一般個人からそういう実際生活に関わる本当に必要とするところっていうのになって、あともう一個、もうこれすでにできるのかも、でこの仕組みの中でできるのかもしれないんですけど、私コンサルの中にいてクライアントさんと日々向き合ってる時に、やっぱりこのプロジェクトの中ではこれすごくいいねってなってるんですけど、やっぱ決済を取る途中で断ち切れちゃうもの、すごくいいプロジェクトとかいっぱいあるんですよ、うんうんうん、なのでなんかその大きい企業であれば大きい企業であるほど DX しにくくなってるんですよね、今体質がなかなか動けないから、うんうん、から部署とかプロジェクト単位でまさにその企業でこうお金を集めて、これが成功になったらもっと大きなお金は多分引っ張ってこれるものっていっぱいあると思ってて、で知見とか溜まってるわけですよね、そういう企業には。から今その個人に来てその小売りとかももうちょっとちっちゃめの会社とか来たのであれば、そういうところの大企業のいいものを潰さないでこれを達成させるっていう、なんかそこももしかしたらこの仕組みで良くなるのかなってすごく思います。うんうんうん、うん、って思いましたね、はい、でベースは私個人的にもその雑誌販売でお世話になってるので、あ、ありがとうございます。そうなんです、ぜひ鶴岡さんもこの回にご紹介いただけると嬉しいなと思ったりもしてるんですけど。あ、本当ですね。はい。なんかいろいろ引き継ぎ出してください。メディアになかなか出られないっていう話で聞いてます。あ、そうですね。今はそうですね。うん。まあだからそのすごくね面白い潮流だなって思ってますし、そんな中で、まあ、結構そのいろいろな新しい、お金の流れ、集める流れっていうのを作ってる家入さんがいきなりちょっと俗人的というか個人的な話になりますけど、プライベートがわからないっていうプライベート、そう、趣味とかって終わりなのかなって、まあ、仕事が趣味っていうのもちょっと気になりました。いやでも普通ですよ、なんか何もないというか趣味がないですね。でもね、趣味は昔から聞かれると困る質問の一つでなんだろうな、ないんですよね。でも本とかそういうインプットなんですかね、うん、なんか趣味っていうのとまたちょっと違うのかもしれないですけど、あ、ね、なんかまあそれを趣味と呼んでいいのであれば、うん、本はすごい読む方だと思います。そうですね、結構ジャンル問わないというか、あまりビジネス本とか経営本とか組織本みたいなのは正直読まないんですけど、うんうん、なんだろうな、宗教とか昔からやはり好きなので、宗教だったり、うんうん、そうですね、まあなんか社会学だったりとか、そういった、まああと哲学、心理学とか、なんかその直接的に経営には関係なさそうなものから得られるものって実は遠回りのようでたくさんあって、うん、なんか直接的に組織をこうしたらいいよとか経営はこうしようとかっていう本読むと、まあその即効性で今悩んでることに対してのアドバイスとかあったりしても、なんかそれがじゃあ今の自分の会社に適用できるのかっていうと、なんかそれはまた違う話なので、それよりはもっとそれこそ本質的な部分で気づきを与えてくれるものっていうのは、どちらかというとそういった宗教だったりにあるなっていうふうに思いますね。いいですね。なんかちなみにここ最近で良かった、今日じゃなくてここ最近見てこれは本当に読んでほしいっていう本教えてほしいです、読書家の家入さん。そうです、ちょっと前になっちゃうんですけど、僕なんか SNS で結構宣伝というか拡散もしちゃったんですけどね、野の医者は笑うっていう本がありまして、うん、なんかこれはめちゃめちゃいい本です。野の医者は、あ、これか、心の治療とは何か、はい、これはすごく僕この数年での読んでよかったなという、あ、すごい、私実は今臨床心理の勉強本ベースですけどしてるんですよ。じゃあまさにですね、まさにですよね、はい、まさにです。まあ、この方は東畑さん、まあ、僕も個人的にお付き合いをさせてもらってるんですけど、まあ、どちらかというと本当に、その領域で、専門家というか、まあ、
京大かな、京大かな、まあ、あの出られて、教授として、そして、まあ、臨床心理士としてやられてきた方が、自分がこう本気で学問として、そして、まあ、現場としてこう向き合ってきたこの臨床心理っていうものと、一方でスピリチュアルみたいなものに救われる人たち、うんうん、で、なんか割とやっぱ臨床心理をやってきた方はこうスピリチュアルをどちらかというと、まあ、警戒したり、ね、まあ、懐疑的な目で見たりとするけど、同様に救われてる人たちがいるんであれば、ここに 何の差異があるんだろうっていうことを、うんうん、こう実際に、なんていろんなそのスピリチュアルと呼ばれる方に出会っていく中で、まあ、調べていく、研究していくっていう本になってて、めちゃめちゃ面白いです。面白いですね。ぜひ読んでください。うん、へぇ、ありがとうございます。はい、なんかそうですね、まあ、他にもおすすめはたくさんあるんですけど、まあ、強いて言うならこの一冊かな。あ、読もう。読もう。なんか私、イエリさんに、ベテルの家の当事者研究って本を読んでいただきたいなと思います。はい、はい。あ、もうお読みになりました。もちろん。はい。さすが。いえいえいえ。いや、まだ現地で行ったことないんですけど。あ、本当ですか。私も、はい、あそこが OK になったら行こうって思っててですね。うん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 、そこで、実はファッションデザイナーをしながら、看護師をしてる角セイランさんっていう人と仲良しになって、そう、要は装い、ファッションってただ着て美しいだけじゃなくて、その人の本質とか、本当は見せられない自分とかをまとうことによって、こう、後押しするものだっていうこととか、すごく面白くて、そう、当事者研究です、はい。ちょっとこの本も読んでみます。ありがとうございます。はい。はい。はい、あれですね、時間が。お時間ですよね。はい。すみません、ごめんなさい。はい。じゃあ本当に、すみません、なんかちょっと予定してたお時間よりいただいちゃった。すみません。あ、いえいえ、大丈夫です。はい、はい、楽しかったです。はい。はい。じゃあ、イーリーさん、時間なくて最後に、ちょっとキャンプファイヤー今後、なんかどうなってるか。最後に。30秒ぐらい。はい。今後最後だけ。今後、ちょっと広げていきたい領域ってどんなとこですか？やっぱり今やって。ああ、そうですね。なんかこう、僕らその、途中でもお話ししましたように、うん、その1円でも多くのお金が1人でも多くの人たちに回る世界を作るっていうのをミッションにしていて、これはなんかその本当にね、ペイペイとかいろいろこう、まあ仮想通貨もそうですけど、うん、そのお金のこうが流れる仕組みに、コストが極限までゼロに近づいていくと、それはきっと思いとか、応援とか挨拶とか、なんかそういったものとともにお金が流れる世界になっていくと思っていて、要はお金の、流れっていうのはコミュニケーションの手段であると僕は思っているので、そういった意味で言うと、そういう世界が当たり前になっていくと、そのなんか感情とともにお金が流れる世界が実現すると思っていて、で僕らはそれを、まあ、最初は購入型と呼ばれるクラウドファンディングから始まったんですけど、今は融資という形もあるし、株式という形もあるし、まあ、それこそ設楽さんがやってくれてるそのコミュニティ型、サブスク型の支援っていうこともできるようになっているし、そうやってオールジャンルでようやく揃ったんですね。で、これをここから、今はそれぞれ別々のサービスとして立ち上がってはいるんですけど、もっと、なんだろう、何々型って分けること自体がそもそもナンセンスだと思っていて、うん、その、なんか応援をしてほしい人、したい人っていうこういたときに、どういう手段でやるかっていうのは、そこまで意識せずにやれるようになるのが理想なので、なんかそういったものをもっと作っていきたいなっていうところと、そのお金の流れっていうのは、もっと国内だけじゃなくて、それこそ、新興国でこれからチャレンジしようとしている、ね、方々だったりとか、まあ農家の方がじゃあ、新しい器具を買い、その、ために調達をしたいとか、そういった、その日本のお金がもっと海外に流れていくような仕組みとかまで広げていきたいなと思っていて、なんかそこは、そうですね、実現していきたいな、というふうに思っています。面白い。はい、もうこれ、映像化して、映像化するお金、クラウドファンディングで集めましょう。じゃあ、これを。ネットフリックスに売り込んで。ありました。ありがとうございます。すごく、素敵な話が聞けました。ではでは。はい。はい。ではでは。ありがとうございます。はい。ゲスト、ゲスト。イエリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今注目のカルチャーとテックをディグル。欲望の SNS。